RC ブースターがすごく気に入ってるんですけども、これはあのこの AC ブースターと、もう一つもう一段階上の、ディストーションとの間をつなぐといいますか、そのようなちょっとこうゲインとボリュームをアップしたりするのに使います。でちょっとやってみますと、まず素の音ですね。そこから RC を落とします。で AC を単独で入れると、さらにちょっと AC を使いながらこの音色を維持したままあのソロで前に出したいときに RC を入れたりします。あのほとんどこの RC 以外はあのコンパクトエフェクトに関しては全部ループに入ってるんですけども、でこの RC だけはそのループから外して最高段に入れて、単独でプログラムと関係なく入れられるように、そうですね、というような使い方ですね。であの全く色付けがないってことはないんですけども、あのその特徴がアンプのヘッドに近いような感じなので、あの心地よいですね。あの